はい、こんにちは。日本改革党靴沢でーす。山根様、ご支援ありがとうございました。山根様には何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。10月22日 NHK ネット聴衆反対スクランブルデモ開催、来てねー。場所は渋谷です。NHK の西門と南門をなめてからスクランブル交差点に向かうようなコースであります。来てねー。10月14日14時池袋東口にて期間外内裏たすき使用、選挙期間外内裏たすき使用で選挙違反に励む共産党の皆さんと、C 和夫副代表、田村智子なんかも来てて、共産党総係みたいな凱旋やってますけれども、一番手前の人、なんつう人かわかんないですけど、目立つ車の上で C 和夫も来てんのにスマホいじってて大丈夫かこの人っていうですね、まあ顔のことはあんまり言いたくないですけれども、ちょっと知的障害施設にいそうな顔してんなっていう。 C 和夫委員長もいるので選挙違反は党の指令です。党の命令で内裏たすきつけて、選挙違反やっております。なんで共産党は批判されても批判されても、議会でもギャーギャー言われてもこの違反やめないかっていうとですね、政府に立てつくアウトローの共産党さん、かっけーと拍手する若い頃火炎瓶で遊んでたバカで幼稚が治らない党員にアピールするためですね。あと民主主義者が作った法律なんか守れるか、共産主義の俺らの方が正しいんだみたいな気概もあるかもしれません。まあそうとしか思えないよな。イスラエル状況続報、日本のイスラエル大使館前でホローコストを止めよう、プラカを掲げるパヨ登場であります。ホロコーストじゃなかったホロコースト、ホローコストなんかかっこいいな。国葬植えメロサトシヨシデ、同様に日本人じゃないですよね。まあパヨですよこいつらは。どんな属性かって言えば総がかりと令和がパレスチナ支持を表明してましたんでね。 Google、Apple、Amazon、Meta、Facebook とかインスタやってるとこかな、イスラエル支持を表明。アメリカの金融機関ってユダヤが牛耳ってるから逆らえませんね。記事鮮明にするだけ潔し、どっちつかずで何も言わないとこより潔いですな。それじゃあイスラエルは攻撃をやめろなんて叫んでる連中は銀行と全然付き合いがない、貧乏な人ばっかりが、っていうことになってしまうじゃないですか。ちゃんと商売やってるとこじゃないってことになってしまうじゃないですか。ゼレンスキー大統領、ロシアがハマスを支援していると確信している。知ってるそれ知ってる。武器だってロシア製がイランとシリア通じてハマスに渡ってんでしょ。知ってますそれ。ツイッターアカウント、ウクライナはネオナチって言ってロシア擁護してた連中が今はイスラエル批判ハマス擁護しててシベリアゴモのあだ名がつく中核派令和も総がかりも反イスラエルを表明したしで答え合わせ完了であります。つまりウクライナはネオナチっつってのはパヨパヨです、ハマスと同類の巨大なテロ組織、中国共産党、ここテロ組織ですから、山賊が国を乗っ取って力で支配してるのが今の中国ですね。中国は民間人を害するあらゆる行為に反対して糾弾する、イスラエルの行為はすでに自衛の範囲を超えているなどと猛批判。ネットはウイグルチベットの民間人を収容所入れたり殺しまくってるお前らが言うなっていうのの嵐でした。やはり同じテロ組織仲間のハマスのことは批判せず、中国共産党、マーク・レゲブ首相上級補佐官、住民の犠牲は避けたいと思っている、避難勧告などあらゆる努力をするが
ハマスは住民を盾にしてその後ろに隠れている。我々の目的はハマスを解体しガザの支配を終わらせることだ。我々が攻撃する場所に住民がいるかもしれないが、だからといってハマスのテロを不問にすることなどできない。避難勧告は十分したから、残ってるのは全員ハマスって生臭いことを言うかと思ったが、ある意味潔し。住民行くかもしんねえけどしょうがねえよね。もうね、世界からどう思われてもいいって覚悟がん決まりなんでしょうね。ハマスは実際ですね、住民を盾にすべくバリケードや車のキー取り上げるなどで避難の妨害やってるしね。なんかハマス倒してもですね、自治区のまま、今のシステムのままだったら別なテロ組織できるだけなんじゃないのかなーって思うんですけどね。マハスとか、ハスマとかっていう名前だったら笑っちゃうんですけども、自治区やめんのかな、取り上げんのかな、イスラエル領土にすんのかな、ちょっと思ってまいりました。パレスチナ自治政府マフムート・ド・アッバス議長、ハマスはパレスチナ人を代表するものではない。いやでもハマスは議会で最大勢力ですよね。パレスチナ自治政府議会でね、日本で言ったら自民党だよね。潔くないなぁ。ハマスとは別のテロ組織、ファタハ。ガザ住民にハマス駆逐を呼びかけ。議会でライバル関係だから、いいチャンスと思ってんのかなぁ。これ選挙やったらハマスが勝っちゃって、ファタハが負けちゃって、少数派になっちゃったんですけども、それとは別に殺し合いもやったようです。最近、ファタハとハマス、殺し合い。日本で言ったら自民党と維新が殺し合いやるようんで、もうどうにも理解ができませんね、これね。欧州各地で反イスラエルデモ。オランダ・アムステルダムで、1万5000人、うち2名が警官を脅して逮捕。1万5000人のうち、2名、怪我人もなし、結構行儀良かったんだな。ロンドン BBC 本社から首相官邸まで数千人がデモ行進。警官1000人が出動。BBC 本社入り口に赤いペンキが巻かれる。これ報道姿勢が気に入らねえっていう、ことなんでしょうね。スイス・ジュネーブで6000人、ベルンで500人が集会。欧州はどこもイスラム移民が大勢で堂々と政治主張しちゃってますね。私の持論ですけど、5% で騒ぎ出す、10% で暴れ出すと。もう 10% 超えてんだろうな。国連のガザ援助物資がトラック100台分の到着。イスラエルの通行許可待ち。どうせハマスに渡るだけなのね、その物資ね。いい人ぶりたい欲求とは、核も強く熱いなぁ。シカゴで、男71歳、イスラム教徒は死ななければならないと言いつつ、パレスチナ系米国人の6歳少年をめった刺しにして殺害。一緒にいた母親も刺され、重傷。帰化して、米国人になってんのに、そんでも許せねえのかぁ。ただの、ね、国民同士の、米国民同士の殺しになっちゃってますけど、自分に害になりそうにないでしょ、6歳少年なんて言ったらさ。あとね、その母親32歳、そういうね、女子供を手にかけるのはダメでしょ。なんだか世界中が陰惨なことになってきてますけれども、それもこれも先に非武装民間人無差別虐殺やらかしたハマスのせいですね。ここ間違っちゃいけないですけれども、増税メガネによる一元の経済対策に一部与党議員から要望があった減税盛り込まず知ってた。代わりにですね、非課税世帯、200万だっけ、非課税世帯、住民税非課税世帯かな、確か200万だったような気がする。世帯にですね、6000億円程度ばらまくって、世論です。また非課税世帯のみの給付とかやめえや。減税は検討に検討を重ねるから、非課税世帯という超限定ばらまき。重税によって中間層が落ちて、1億層貧困になったよね。頑張って税金払ってる人に還元しろな。さすが岸田、ぶれないな。ツイッター上でこんな意見ありました。岸田に信念がないっていうのは間違い。絶対に減税しないという強い信念があると。逆に増税メガネが減税したらですね、皆さん、驚かない。それこそ驚かない。何があったんだ。なんか悪いもんでも食ったのかぐらい驚いちゃいますよね。
非課税世帯の大半はですね、高齢者のあの年金世帯なんですよ。食料品上がってますからね、あのこういう世帯に手当ては必要だと思いますけれども、本当に苦しいのはあの非課税ギリギリの課税世帯じゃないのかな、年収200万円台世帯っていうのかな、高齢者の方が真面目に選挙に行くから、政治がね、あの高齢者を優遇するのはまあ当然ちゃ当然なんですよ。18歳から29歳の若者票1000万票、で変えられるんですけど、あの日本は大きく変えられるんですけど、それに気がつかないで行使しないんで誠に残念であります。これに気がつかないとですね、あの今の現役世代、働いてる世代から徴収した税や保険料が高齢者に渡るっていう、保険料が高齢者に使われるっていう金の流れは変わんないと確信してます。だってあの最大幸福の最大多数の最大幸福で投票に行かない人は最大多数のあの数のうちに入れないしね。ここにあの若者を気づいてほしいよな。で、あの若者20代に得する、20代が得する政策を掲げる党とかに、投票してもらいたいんですけどもね。増税メガネ、江東区のスーパーを視察。肉や野菜が確かに高くなっている。思い切った経済対策を取る。その思い切った経済対策が非課税世帯へのばらまきと、使い古された手なんですけど、それはどうなんでしょうね。世論です。自分で野菜や肉買い物したことなんかねえだろ。お前普段の値段知らねえだろ。煽られてるようにしか感じない。お前いつも思い切ってんな。視察するふり、検討するふり、また検討を加速して中止するの。経済対策のために増税すんの。嘘を平然と言ってのけるのは政治家に必要な資質と。なんかあの増税が何言ってもやっても皆さんイラッとするようで、これはある意味ね、あの岸田の才能かもしれないですね。私なんとなく思うんですけど、岸田ってあの庶民を心の底からバカにしてるでしょ。庶民よ。そこが透けて見えるから、皆さんね、あの、岸田が何やっても、何言っても、イラッとすんだよね。欲しくない才能だな。その甲斐あって、内閣支持率右肩下がりが止まらない。最新の世論調査で、読売朝日毎日共同時事すべて、過去最低を記録。岸田派中堅議員、さすがにここまでひどいと、岸田では選挙を戦えない、という声が出かねない。まあ、あの岸田おろしが始まるってことですかね。あの自民党内で、世論です。岸田おろせばいいのでは。増税ばかりして支持率上がるわけない。これで支持率落ちないわけないだろうということをやっておいて、衝撃を受けていることに衝撃。むしろ何が支持されていると思っていたのか、どこに上がる要素があったのか聞きたいわ。異次元の少子化対策と思い切った経済対策とは何だったのか。外国にばらまきしかやってないだろ。とりあえず岸田がダメなのは分かったと。実質賃金17ヶ月連続減少、下落&岸田になってから暮らし向きが良くなったイコールたった 3% じゃあ支持率上がるわけねえだろ。暮らしが悪くなってんだからさ、そんなの子供でも理解するわ。衝撃受けるってバカですか。本当現実離れしてんだなー。岸田派って異次元の思い切った、掛け声ばっかり忙しくてね、あの実際に出てくるのはばらまきばっかりでしょ。しょぼい、みんなあげれてるよね。次の選挙は維新躍進でしょうね。これね、自民党落ちてね、同州制だの大阪都構想だのですね、国の中に国作るようなことばっかり言ってて、維新で実は危ういんだよね。国家感がある人も少なそうだしね。ババさんぐらいでしょ。確かに国家感があるような、自民が危機感持つように維新っていう毒の使用もやむなしなんですかね。で、自民が数減らしてちょっと危機感感じて注意深くね、もっとネットの意見を拾うであるとか変わってほしいですよね。今日のその他のニュース、中国の一帯一路になんとテロ組織タリバンがアフガニスタンを代表して加盟と発表。いやー、イタリアさん、抜けてよかったね。一帯一路って名前やめて三族連合にしたら、ろくでもねえとこばっかり入ってっからね。中国の不動産関係のホワイトカラー20万人が失業。ブルーカラー何千万人失業したかわかんないですね。ホワイトカラーが20万人じゃ。ロシア政府、中国に賛同し、日本産海産物輸入をやめると発表。輸入してたの？日本のもんなんか。まあ、勝手にやってればいいよね。東京都、11月6日に北朝鮮の弾道ミサイル攻撃を想定した避難訓練を行うと発表。
西村康稔経産大臣、高市早苗経済安保大臣が例大祭中の靖国神社に参拝。韓国政府、深い失望と遺憾を表明。もはや様式美ですね。私だったら、あいつらが何にも言わなくなるまで毎日参拝すっけどな。辺野古の海でボートに乗り、工事を妨害していた活動家80歳。海保の船に体当たりされ、怪我をしたと自称。刑事事件として海保隊員2名を刑事告発していたが、いずれも不起訴になりました。80人もなんて何やってんだか、この人ね。日本人じゃねえのかな。沖縄離島防衛日米共同訓練に反対し、高齢者30人で石垣島でデモ開催。なんか田んぼと畑みたいなとこをデモしてる写真上がってました。日本における平和活動って防衛妨害活動のことだから、これは拡散してください。保育と教育の現場に防犯カメラ設置推進、補助金出すって政府が。これはいじめっていう名のですね、校内犯罪が減っていいんじゃないでしょうかね。いじめって人くくりにされてますけど、その実態はですね、強要、脅迫、恐喝、暴行、傷害ですもんね。怪我させたり殴ったり、あれ持ってこい、これ持ってこい、強要、恐喝したりですね、金まぎ合いの恐喝ですね。こんなことになったのも、パヨ教育者のせいだなぁと思ってます。いじめっていう、ふわっと、ぼやっとごまかして、犯罪を隠してんだよね。学校内犯罪を。私だったら、学校に、全部に、退職警察官置くけどな。天下りっていうか、天下り先じゃないですけど、再就職先として、学校全部に一人二人ずつ退職警察官置く。で、法律相談とか、いじめ、じゃないですけど、校内犯罪相談、警備、パトロールもしてもらうことをやるけどな、政府にそんな金ねえのかな。けど、子供は数少なくて、私が子供の頃、の3分の1しか生まれてない年間なんだから、子供の価値3倍に跳ね上がってると考えてもいいんだから、そのぐらい子供の教育に力入れた方がええんでねえべがなんて思うんですけどね。ただね、子育て世帯の20代の若い夫婦が選挙行かねえから、なかなかそういう風にはなってくれませんよね。というわけで10月22日 NHK でも開催いたします。皆様ご参集ください。何十年か経った後にですね、こういうことをやってくれた、立派なおっさんも、たちも、おっさん、おばさんって言ったらあれですけど、もういるのかと、子孫に褒められましょうよ。ね、NHK っていう悪の組織、このままにしておけないって思ってくれた立派な人らもいたんだなって、褒められましょうよ。皆様、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。